プロデューサーさんはどこかな。社長さんが新曲が来たって張り切ってたのに。それにしても今日はジメジメして暑いな。こんなに暑いとみんなもバテちゃって大変なことに。あ、倉庫に除湿機があったはず。後で持ってこよう。あ、やっと見つけました。プロデューサーさーん。ですよね。でもきっと梅雨が明けるまではずっとこんな感じになりそうです。社長さんがお呼びなんです。時間のあるときに事務所に行ってあげてくださいね。はい、行ってらっしゃい。プロデューサーさん、お疲れ様です。いやあ、君、この暑い中ご苦労だったね。そうだ、冷たい麦茶がありますから持ってきますね。はい、どうぞ。いい飲みっぷりだ。いかにも夏到来という感じだね。というわけで早速だが、今日君に来てもらったのは折り入って相談したいことができたからなのだよ。うん、あ、まずはこの曲を聴いてくれたまえ。その通り。私の知り合いの音楽家がね、いい曲ができたと言って持ってきてくれたのだが、私も聴いた瞬間にピンときた。シアターの子たちにぴったりじゃないかとね。そのことだが、今回はメンバーの選定から全て君の裁量に任せようと思う。君は幾多の公演を成功させてきた男だ。君ならばできると私は信じているよ。うん、今回も存分に頑張ってくれたまえ。プロデューサーさん、これからかなり忙しくなりそうですけど、お体には気をつけてくださいね。もし営業の途中でお疲れになったら、また事務所に冷たい麦茶でも飲みに来てください。いつでも大歓迎ですから、待ってますね。あ、それから美咲ちゃんに聞いたんですけど、もうすぐシアターの近くでお祭りがあるそうですよ。うん、みんなで明るく楽しく元気よく
ウェルカムサマーと行こうじゃないか。まあまあ、この頃暑すぎひん？もう汗がマーライオンみたいになって大変やわ。マーライオンは大げさじゃないかな。それを言うなら小籠包くらい？そうそう、じゅわっと蒸されて中から熱い汁が、ってなんでやねん、余計ひどいわ。最近ずっと雨が続いてたせいかな。本当に蒸し暑いよね。なお、みなこ、おはよう。どうしたどうした、そんなげっそりして。あ、のりこちゃん、いつも元気だね。その元気分けてほしいな、なんて。私ら夏バテやねん。のりこは暑いの平気なん？うん、私暑いの結構好きなんだよね。たぎってくるっていうの、プロレスと同じで。いや、だいぶちゃうと思うねんけど。今すぐ銭湯でさっぱりしたいわ。プロデューサー、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ。あ、噂をすればかな。お疲れ様です。すみません、お待たせしちゃいましたか。ほんとだ、みんなもう集まってる。っていうか、私もここでよかったんだよね。この曲に私たち5人で挑戦するってことですよね。私なんだか燃えてきました。ん？なんや、外で大きい音せえへんかった？せっかくですし、みんなで行きませんか？美味しいご飯があるかも。Thank you.
たくさん買ってきましたよ。みんなで食べましょう。今日晴れててよかったね。雨が降ってたら花火が見られなかったもんね。そうだ、プロデューサー、今回の公演って曲とメンバー以外まだ決まってないんですよね。だったら花火をテーマにするのはどうですか？お祭りみたいに賑やかで元気って意味で。はいはい、私それなら女子力高めにアルファベットで花火とかにしたい。アルファベットって女子力高いん？女子力やったら線香花火とかとちゃうん？なんかすっごく弱々しくなってるけどいいの？は線香花火団で決まりで。ライブはどんな感じがいいかな。はいはい、私海でライブやりたい。海にステージを作ってそこでやるとかどうかな。いえ、私たちのユニットですからそれくらいへっちゃらですね、海。大丈夫だよ、プロデューサー。せっかくだからお祭りみたいなライブにしたいよね。ミックスナッツの時みたいに屋台とか出して。夏祭りライブめっちゃいいやん。なあプロデューサーさん。みんなすっごくやる気みたいだね。なんとかなるよプロデューサー。ありがとうございます、プロデューサー、よろしくお願いします。はい。この間の花火のインスパイアっていうの？結構いいでしょう。タイミングが難しいんだけど今のは良かったよね。もうちょっと練習したらバッチリかな。プロデューサーはどう思いますか？意見があればお願いします。みんなと話してるとなんや楽しくってな、どんどんアイデアが湧いてくるんです。そうだね、ついつい時間を忘れちゃってるかも。私まだまだ全然元気なのに。がそう言うなら、まあまあ海、今日のところはおしまいにしようよ。それに屋台のこととかも考えなきゃだしね。それもそうだね。
みんな屋台のアイディアって何かある？なあちゃんは？なんで私からな。まあでも屋台といえばあれか、それかあれやな。はい、焼きそば。ちゃうやん、たこ焼きやん、それかお好み焼きやん。でも焼きそばでもええな。夏らしいというか海の家っぽいというか。それなら屋台を海の家風にするといいかも。だとするとカレーなんかも欲しくなりますね。海の家か。いいかも。辛いカレー食べたい。なんか最近辛いのにハマってるんだよね。スパイスがビッシビシ効いてるやつ。スパイス、スパイスってなんか女子力高そうでいいかも。女子力高いのかな。あ、でも健康にいいものってなんとなく女子力っぽい感じがするかも。夏バテにも良さそうですし、屋台に辛いメニューを揃えるのはいいかもしれませんね。それじゃあ屋台はスパイスを効かせた辛めのメニューを中心にってことでいいかな。オッケー。せっかくだから劇場のオリジナルメニューも出したいよね。せやな。たこ焼きも普通のソースと辛いソース2種類から選べたらおもろいやんな。ビジョンがあるんやな。さっきスパイスの話を聞いてから考えてたんだ。私に任せて。自信がありそうだね、海。それじゃあ焼きそばはお願いしてもいい？もちろん。みんな期待して待っててね。海ちゃん、何かあったら言ってね。私も手伝うから。ありがとう、みなちん。よし、頑張るぞ。海、困ったことがあったら言ってね。私も美奈子さんほど料理が得意なわけじゃないけど。そうそう、困った時はお互い様だしさ。そういう私もそんなに得意じゃないけど。さよちん、のりさん、ありがとう。そんなに心配しなくても大丈夫だってば。なあなあ、みんなまっすぐ帰るん？屋台の話したらお腹空いてきたわ。なんか食べて帰らへん？メニューのことももうちょっと相談したいよね。みんな、私の家に寄ってく？
これは女子力焼きそばの試作品の試作品。もう待ちきれなくって作ってみたの。ねえねえ食べてみて。プロデューサーに一番に味見してほしくて持ってきたんだ。私の女子力はまだこんなもんじゃないよ。まだまだパワーアップさせるつもり。だからプロデューサーもそれまで秘密にしてて、みんなをびっくりさせたいんだ。プロデューサー、あの、私たちにも何か手伝えることはありませんか？これは私たち線香花火団のステージです。できることなら何でもやります。水臭いこと言わないでよ、プロデューサー。人手が足りないんでしょ？私たちも手伝いたいんだよね、聖子。のりこさん。はい、私も手伝う。プロデューサー頼りにしていいよ。ふん、話は聞かせてもらったで、プロデューサーさん。私たちにもお手伝いさせてください。線香花火団の気持ちは一つです、プロデューサー。はい。
あの、やっぱりご迷惑でしたか、プロデューサー。キャンプ場で寝泊まりすれば、劇場も海のステージにも近くて、両方の作業がはかどると思って。いえ、こちらこそ付き添っていただいてありがとうございます、プロデューサー。スパイシーでいい匂いだね。海ちゃん、女子力焼きそばこれで完成。実はこれからが肝なんだよね。女子力注入、ラブラブキュート。変じゃないってば。これは女子タミンアルファで、こっちがキャワピタン X だよ。で、これが一番重要、ツルスベミン R2 投入。ただの焼きそばとは違うよ、海見の女子力焼きそば完成。さあみんな味見してみて、すっごく美味しいよ。せやな。おお、さあよこ、さっき食べてええで。設営の時も一番頑張っとったし。でも海が一生懸命に作ってくれたんだし、いただきます。プロデューサー、薪の追加もらってきたよ。そこに置いといたから。で、あれ、変わった色の焼きそばだよね。あ、これが噂の女子力焼きそば。ちょっと一口もらっていい？のりこちゃん、ストップ。はっ、でノックダウンって女子力ちゃうで。そんな、私はただスパイスを。こんなのってないよ。あ、海、ちょっと待ってーな。プロデューサー手伝います。のりこさん、しっかりして。タオル持ってきたよ。ひとまず安静にして、あと胃薬もらってくるね。Thank you.
ピンク色のユニコーンがチョコレートの皮の上で空中プロレスを繰り広げてて、聞いてる？のりこさん、大丈夫？気分が悪いとか、どこか痛いとかない？え？普通に元気だよ。あれ？私、何か変なこと言った？よかった。プロデューサーさん、意識ははっきりしてるみたいです。てか私、なんで寝てたんだっけ？あ、そういえば、海たちは？あ、プロデューサー、そうやったんやな。わかる、わかるで、海。ありがとう、わかってくれて。なお、心配かけてごめんね、プロデューサー。もう元気だから。ナオ、ありがとね。プロデューサーさん、海のこと責めんといてな。悪気はなかったん。海、私、海のこと大好きやで。ここにいたんですね、プロデューサー。海とナオちゃんはもう大丈夫？うん、ごめんな、さよこ、みなこも心配かけてもうて。うん、のりこちゃんも無事だし、二人が仲直りできたならそれで十分だよ。あ、そのごめん。どうしたの、海？だって私の女子力焼きそばのせいであんなことになっちゃったんだし。ああ、そんなの気にしなくて大丈夫だよ。そりゃちょっとびっくりしたけど、でも考えたんだよ。焼きそばを食べてプロレス技を食らった気分になれるなんて、もしかしたらお得なんじゃないって。あ、ほら、こうやってプロデューサーも心配してくれるしね。だから大丈夫。ロリさん、ありがとう。泣かないでよ、海。で、あれ？待って、みんな、あそこにユニコーンが。のりこ、ほんまに大丈夫なんか？女子力焼きそばはスパイスの量が問題だったみたい。きちんと量を調節して私たちの屋台で出そう。海ちゃんが調理するときは
私がしっかりフォローするから安心してね。うん、二人ともありがとう。みんな、今日の作業は終わったし、遊びに行かない？プロデューサー、いいですよね。向こう岸で花火大会があるってステージの設営中に教えてもらったんです。この場所からでも綺麗に見えるって聞いたので、夜になったらみんなで見ようって話してたんですよ。そのつもりだったんですけど、明日の資料を整理しておきたくて、リハで変更があったところなんかをまとめ直していたところです。はい、でも好きでやってることですから。それに私、明日がすごく楽しみなんです。だからちっとも大変なんかじゃないんですよ。プロデューサーの手伝いもできますし。はい、分かってますうん、これで大丈夫そう。あとは必要なものをメールでみんなに送信と。はい、それにしても今回のライブは本当に盛りだくさんですね。お披露目公演の後は海のステージ、夏祭り風の屋台にオリジナルメニュー、私たち線香花火団が全力で用意したライブです。楽しいステージになるといいな。そうなんですか？信じてもらえてよかったです。こんなに楽しい経験なかなかできませんから。プロデューサー、私たちを信じてくれてありがとうございます。はい、あれ、何か聞こえてきませんか？プロデューサー、さよこやっぱりここにおったんか。あー、ずるいよさよちん、一人でレッスンしてたんでしょ。いや、事務室でレッスンはせんやろ。うん、プロデューサーさんもお疲れ様です。
なおちゃんに海？どうしてここが？帰ろうと思ったんだけど話が尽きなくて、ファミレスでお茶してたんだよね。そしたらさよこちゃんからメールが来るからびっくりしちゃった。こんな時間にメールしてくるなんて、絶対劇場にいるって話になったんだよね。美奈子さんにのりこさんまで。そうですね、書類の整理も終わったし、私も今日は帰ります。ちょっとくらい遊びたかったけど、ま、仕方ないか。さすがに公演前日だしね。そうだね、睡眠不足は健康にもお肌にも良くないですからね。でもでも、その分打ち上げで盛り上がろうね。プロデューサー、約束だよ。ありがとうございます。よっしゃプロデューサー、ステージの確認終わりました。これで。やったー、間に合ってよかったよ。なあなあ、なかなかええ感じやと思わへん？このステージめっちゃ派手でおしゃれやんな。そうだね、線香花火団らしさがギュッと詰まってるかも。頑張った甲斐があったね。これはステージにも気合が入っちゃうな。楽しみにしててよね、プロデューサいけない、焦げちゃう。プロデューサーさん、お肉焼けてますよ。いい匂い、おいしそう。みなこ、まだ？まだ食べちゃダメ？これは鶏肉だからまだダメだよ、のりこちゃん。こっちの牛なら大丈夫かな。はい、どうぞ。お披露目公演も終わったし、お疲れ様ってことでね、みなこ。食材も使い切りたかったですしね。それからみんな、こっちに注目だよ。ほら、うみちゃん。ちょっと照れくさいけど、みんなにこれ。結局最後に行き着くのは王道だよね。美奈子先生に教わりながら作ったんだ。女子力の長い旅路から帰ってきたら、お家には普通の焼きそばが待っていたみたいな。いや、全く意味わからんわ。まあまあ、細かいことはいいの。食べて食べて。それもそうだね。いただきます。これ、おいしいよ。程よくスパイシーで、すっごくいい。これはハマるよ。
練習の成果が出たんだね。美奈子先生に教えてもらったからだよ。本当にありがとね、美奈子先生。あ、先生なんて大したものじゃないですよ。ちょっと相談に乗っただけで。そんなことないよ。美奈子先生に料理を教わって美味しい女子力焼きそばも作れるようになったし。海ちゃんは筋がいいからすぐ上手になるよ。頑張ろうね、海ちゃん。うん、頑張るぞ。ほんま最初はどうなることかと思ったけど、ええ感じに収まったな。そうだね、みんな海のステージでのライブも頑張ろう。